やってきたよ岐阜。いや地元愛知県一宮市のすぐ隣の都市なのでそんなに遠い存在ではないんですけど、新鮮ですね。あんまり来ることはなかったので。いや、ほんで何これ、ひょうたん。JR 岐阜駅から北口に出て商店街にやってきました。むっちゃ飲食店があります。さっきの商店街は玉宮町っていうらしいです。でそれを抜けていくと金宝町、金に宝、縁起の良さそうな名前の町ですね。でさらにそれを越えていくと有名な柳瀬商店街に到達到達するみたいです。柳瀬商店街にやってきました。劇場通り。いやすごいかっこいい名前なんですけど、どうやら大衆演劇場があるそうです。君谷さん、ええ男やな。すごい雰囲気で、なぜか絨毯なんやろこれ。アクアージュ柳瀬行ってみましょう。彫刻。ドキドキ。いやもう入り組んでて、商店街が入り組んでる。ちょっと外国っぽい雰囲気はあるんですね。ほんのり外国を味わっちゃいましょう。この地面とかがおしゃれですから。この柱もね、先日東京でイタリア公園見ましたけどおしゃれでしたから、それとなんか似てますね。ということで柳瀬商店街お送りしましたが、このレトロな感じがものすごいいいですよね。アーケードのこの黄ばんだ感じも味があってめちゃくちゃいいじゃないですか。あの一宮の本町商店街とか四日市の商店街に似てるなっていう感じはしました。まあ、どっちかって言ったら四日市
の方が似てるのかな、そのだだっ広い感じというか入り組んだ感じ。全部楽しむには1日かかっちゃうなっていうそんな感じがしております。また時間のある時は、岐阜県柳瀬やってきて1日がかりでここを楽しんでみたいななんていうふうに思いました。それぐらい味のあるレトロ感、ちょっとタイプですね。ということでまた、岩散歩お楽しみに。